朝ごはんです。はい。と言っても、もう遅い、遅めの朝ごはんだね。うん。ご飯がね、炊けてなくて。あ、そう、すいません。うん、炊けてませんでしたか。へへ。ほちゃんは昨日の夜の残りのカレーで、ほちゃん、ありみちゃんは、ツナね。大好き、大好き。ツナご飯大好きだよね。うん。本当にカレー大好きなんです。ひょうちゃんはカレー大好きだね。うん。2階からドンって。うん、だいぶ台風が朝からすごいね。ね。雨が。でも暑いんですね。ムシムシします。でも窓とかね開けられないしね。停電もね。停電はまだねうちは大丈夫なんです。でもね千葉県も早くから。たくさんも停電してるってニュースとかでやってて、うん、やばいよね。やばいね。絶対来るでしょう。午後から。やばい。今日はあんま使わない。そうだね。停電やばいから。証拠まだ LINE しかしてないですもん。ずっとテレビ見てた。まあどちらにしろどこにもね行けないのでお家で。あ、東京の停電始まった。うん、続々とね停電が来てます。いつ電気が止まるかわかんないけど、まあちょっとね今日は一日おきなのでまあゆるくね、うん、ちょっと撮影していこうかなと思います。生放送できたらしようかじゃん。うん、はい、ラックかけるそのときは、はい、ということでね、着替えたので今から宿題をしていきたいと思います。でね、私がいる宿題は計算ドリルの26番をやっていきたいと思います。いい、やるよ。5、1が5、5、2、15、5、4、25、5、6、35、7、35、5、なんだっけ、5、8、10、5、8、10だよ5、8、10、うん、最後5、9、10、5、そう、終わり終わり、宿題終わり、ママ書いて。このちゃんを4個やって、うん、今日は宿題は5、九の5の段ね。そう。と音読と楽楽ノート。楽楽ノート終わったの？終わった。簡単だったよ、うん、はい、イエーイ、ありがとう、うん。ママ連絡帳書いてよ。うん、分かった。じゃあ白のところを外しといて。はーい、よいしょ。ひらんから、かにゃん、かにゃん、きのスポーツテストじゃん、来週。きの、きろん、スポーツテスト、きろん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 、ごりょん、ごりょん、ごりょん、行く、ごりょん、ごりょん、ごりょん、アプリしすぎちゃう。デリンデリンデリン、ちょっとダメ、お尻アップダメ。わー、キラコロ、かわいてる、じゃれてる、かわいてる、靴下、靴下おもちゃじゃない。靴下返せ、口きた、口きた、うん、うん、
でも絶対ね、シロンが強いんだよね。ほら、負けちゃうもん。ねえ、ちゃんと映して。今、キロコロが喧嘩をしています。喧嘩なの？じゃれ、一応じゃれてんのかな？取り合いだね。靴下の取り合いです。多分、シロンが勝ちます。いつもシロンが勝つ。シロン強いんだよね。ちっちゃい方が、ちっちゃいのに。白い方はちっちゃいのにね、強いんだ、これが。いつも勝ってんのよ。これの方が年上なのにね。いつも負けちゃうの。シロンはすごいんだよね。コロン力ないんだよ。すぐ諦めてね。吠えるの。そうなの。あら、あ。でも遊んでるっぽいね。ズバって逃げないし。あー、ちょっとカメラ舐めないでくれる？カメラ舐めないでくれる、ペロペロ。ギーロ。あ、二つある。やったー。頑張れ、コロン、負けるな。いつもね、シロンが勝つからね、コロンにしたんだけどね、絶対シロンが勝つんだよね。コロン。頑張れ、コロン。コロンね、たまにね、2連覇してるところ見たよね。ほんと？ほら、知らん。噛むのダメ。ダメー。ダメー。シロンはね、怒るとね、ペロペロしてね、ごめんね、ごめんねってくるんだよね。来た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 。ごめんね、ごめんね、ごめんね。リミに襲われる。ごめんね、ごめんね、ごめんね。その間、コロンは、タンナを。ちょ。シロン、コンコン。宿題終わった？うん。何か頑張ります。終わった終わった終わった。何するのこれ？会えない。ね、うんちくんが倒れてますけど。うんちくん。ひまちゃんからもらったよ。ひまちゃんから。来たな、なんか。これマスクがこれマスクね、これ友達じゃん。まだあげてないし、あげたいのに。あげる気ある？ある。はい、少し雨降ってきたね、またね、台風。そう、さっき音がすごくガーってきたよね。はい、ちょっとね、 TikTok とかも撮りたいんだけど。 TikTok 撮った？昨日とか。え、昨日あげたの？昨日のなんですよ。え、昨日あげたの？うん。TikTok 昨日あげてた？うん、本当？気づかなかったもん。そうなんだ。こうして、こうやって撮ったの。そこまで撮った。裏で。ねえ、どんな見方してんの？どんな見方してんの？そんなとこで。ねえ、これ、おもちゃ。オンしたの？電源入れたの？入れた。今何パーセント？87。うん、まだ87なの。ゆみちゃん休憩でーす。はーい。そう。はい、じゃあね、ちょっとね、おご飯食べたのが遅かったので、はい、もうお昼だいぶ過ぎちゃってるんですけど、もうおやつな感じで行きましょう。うん、はい、この前ね、ドンキ行った時に、
しおちゃんがこれ欲しいって言ってね買ったホットケーキ。なんかこの袋の中で牛乳と卵を入れてもみもみして、生地ができて簡単という、洗い物が出ないっていうやつね。じゃあそれにしましょう。リミ半分開けて。で、あとこれね、リミちゃんがお年玉で買ったんだっけね、リミちゃんが買いたいって言ったやつ、これをね、今日もまた使いましょう。ロフトだっけ、ロフトかなんかで買ったよね、船橋の。あ、じゃあ牛乳でも測るの。え、測んないの。あ、測んないの。線が入ってるの。すごい。卵入れます。え、でもさ、粉をじゃあちゃんと平らにしないといけないってことでしょ。10回どんどんするんだって。10回、うん、すごい、測らなくてもいいんだ、すごいね、画期的。まず卵を入れたいと思います。うん、卵先に入れるの書いてある。牛乳と卵入れてたから順番は書いてない。え、牛乳と卵、卵は後からって書いてあるよ。ちゃんと読んでください。危ない危ない。いいよ。え、見せんだよ、見える？うん、じゃあ2人でちゃんと協力してね。いいよ、早く入れて入れて、いいよいいよ入れて。え、もっともっともっと入れていい。ありがとう、これぐらいかな。どう？いい感じ？うん、もう少し入れてもいいかもしれない。あ、でもいっか、いいね。いいよね、いいね、大丈夫。ちょっと見せてください。白白で分かりづらいんだ。本当だ、分かりません。まあいいんじゃない。はい、だいたい合ってれば。いくよ、パク。よし、オッケー、閉めるよ。よし、閉めたい。ありがとう。あとはもみもみするだけ。で、これで印象持ってる。リミ確認お願いします。うん、まげまげ、せーの、せーで、うにゃうにゃ、もじもじ。うん、おじゃ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 。袋破れそうで怖いんだけど。破れはしないけどね。うん、交換しよう。ありがとう。どう？いい感じにもみもみできた？早くない？はい、じゃあいいよ。はいはい。思う存分もみもみしてやったり。もうこれ、もうもみもみするの疲れたっていうぐらいしてくれていいよ。リミってショーがさ、なんかさ、早いとかさ、なんかリミすぐさ、ショーのこと言ってくるの。リミさすがに逆さが怖いからやめて。はい、じゃあリム交換だよ。ちーちゃんにどうぞして。はい、どうぞして。はい、本当感じない。だいぶなんかクリーム色になってきた。なってきた。どれぐらい揉むって書いてあるの？約1分半。うん。どこで焼こうか。これここじゃ危険だね。白黒いるしね。向こうで焼く？キッチンの方で焼いてから持ってこようか。うん、はい、じゃあ OK そうですね。じゃあ焼いていきましょう。うん、ちょっとここ犬が来そうだから向こうで焼いちゃおうか。はい、行きましょう。行きましょう。はい。食べましょう。はい、どう？顔はちょっと映んなかったけど。映ってるよ。ちょっと映ってる。わかるかな？ニコちゃんでーす。ペラッとしてる。ペラッとしてる。リリ寒いの帽子かぶって。うん。流行ってんの、マイブーム。この前ね。帰ってきたら必ず。フォーエバー21で買ったやつ。まあね、なんかリリね、うん、学校から帰ってきたら必ずこれかぶってる。そうなの？じゃあ大好きなのね。そう。お気に入りなのね。コロン。早い？なんかいる。いる？いないんだ、そうかね。
美味しそう、りんちゃん。ね、これにフルーツとか、あ、バナナ、バナナ。バナナまだあったっけ？あるよ。あるよ、かける？チョコバナナ風にする？うん。お、いいじゃん、美味しそう。バナナ、バナナ、バナナ。りんちゃんはメープルシロップメイン？うん。はい、じゃあちょっとバナナ持ってくるね。うん、ありがとう。めっちゃ美味しそう。見て、ひーちゃん、バター。もうバナナ3本したんだけど。いいよ。仲良く作って。えー、なに？嫌なの？違う。え、ついちゃった？せっかくバナナ。え、バナナ手で割っていいかな？もちろんいいです。押したのに。もうちぎって入れちゃって。すいません、お行儀悪くてね。本当は包丁でこうちゃんと切って入れるのなんかいいかもしれないけど手でちぎって入れる、斬新ですね。そうです、うん、お、すごいね。リミ、でもこれね、しほりみが本当に作ったのでね、焼くのもね、しほりみでやったので、ね、もう自分たちで作ったホットケーキちゃんですちゃん、あれでも楽だね、結構できるね。2枚。これ2枚あれば十分じゃない？ 2 人とも。十分。ね、ちょうどいい量だね。見て、リミおしゃれしゃにゃ。ごめん。すいません。今ね、台風が来てるので、一応ね、テレビとか、情報をね、つけたり。え、食べていい？食器洗ったりしてますけど、すいません。え、リミ、え、バナナ食べてみていいの？食べたい。食べて。食べた。あれ、食べて。パンケーキは。あれ、リミバナナなの？パンケーキ食べたいって言ってたじゃん。どう？自分で作ったパンケーキ。めっちゃ美味しい。ふわふわ。ふわふわだね。めっちゃ美味しい。どうですか、リミちゃんは。美味しい。美味しい。チバ入ってない。うん。速報でね、今ね、大雨特別警報が。出たんだけど、その中にね、千葉入ってない。これから入るのかもね、うん、千葉、茨城とかは、うん、もうちょっと先に進んだらさ、千葉、茨城とか来そうじゃない？うん、ママ、栃木入ってない。これ、栃木もこれからじゃない？これからか。栃木、茨城、千葉はもうちょっと先に進んで、うん、千葉でも停電とかやばいね、うん。でもスマホ撮影なのでちょっと画質があれです。何見てんの？あ、この前買ったニコブチ。あ、買ってますよ、見てます。なんかさ、しほちゃん持ってる服乗ってたんでしょ？そう、ほらほら。あ、これね、島村でちょっとなんか白飛びしちゃってる。島村で買ったこの黒い服ね、うん。あ、ごめんなさい大丈夫ですか？バラバラにね、これかわいい。え、これ。あ、これね。ママが、あ、ママがやって勝負したやつでしょ。ママね、結構ね、島村行った時、これかわいいねって、こういうオレンジの子とかね、うん、言ったんだけど、ふーんって。これはかわいい。どれ？これはかわいい。あ、これね。これあったっけ？昔あった？今売ってんのかね。なんかもう一個さ、あったよね。もう一着ね。もう一着。あった。これ、前購入品紹介でも紹介したけど、これね、このチェックのこのね、うん、これ、これ、うん、これ、すごい全く、でもこれはね、ピンクなんだよね、雑誌に載ってるのは。そう。うちらが買ったのは茶色バージョンなのね。まさか載ってるとはね。うん。やばい、台風のちょっと雨がひどくなってきたね。じゃんじゃんやってる。はーい。最近大好きだね、洋服とかね。本当に洋服選んでる時とかが一番楽しそうだもんね今日はね、着てるのはね、このワンピースは去年買った、アルジーで買ったワンピースなんだけど、去年なんかね、でかかったんだよね、ちょっとね。なので、1年寝かせて今年着てみました。どう？今年は平気？めっちゃぴったり。うん、リミもね、今年はぴったりだった。やっぱ伸びるね、身長ね。え、1年ってほんと伸びるよね。で、イングファースト乗ってるんだよ。そう、イングファーストね、大好きな大好きなイングファーストこんな感じ。
リングファーストのさ、福袋今年、あ、来年か、買う？買う買う。前買ったよね。たまたま買ったんだっけ？たまたま買ったんだよね。あ、ジディは、これはネットで買ったね。福袋、ママが。うん、そう。ね、え、じゃあ本当にこういう服用服欲しい。かわいいよね、これもね。めっちゃかわいい。いいと思う。本当にかわいい。好きね。大好き。最近今日ワンピース着てないから、ワンピース着たいんだよね。楽しそうですね。でもやっぱ秋冬はね、なんかこう、いっぱい着込むから余計おしゃれもね、楽しくなるのかな。うん。はい。ということで終わります。今日は机の中汚いですね。さすがに。汚いですよ。はい。こっち、バイバイ。ほら、充電してるの。これ充電し終わったやつで、モバイルバッテリーね。でこれ鏡。なんで鏡？あ、可愛いの持ってた。これね、あのね、つけてね、あのね、視覚学習のカバンに入れるの忘れてた。危ない。そうそうそう、そう、それね、鏡買ったんだよね。そう、買ったんです。結局目つけたのね、うん。あ、そう。では、宿泊学習のね、パッキング動画をこれから撮影しまーす。だからめっちゃびっくり、びっくりだよ。びっくり？なんでびっくり？はい。じゃあ撮影するので準備お願いしまーす。みなさん、こんにちは。しょりちゃんのしほです。はい、というわけで。何してるんですか？目を体操です。疲れたね。なんかさっきずっと出る水だったから、そのままずっと携帯持ってた。今のところ大丈夫だね。あの、一番ひどいって言われてた今9時なんです、ちょうど。今日はずっとお家にいたのでね、みんな元気でまだ寝てないんですけど。何もしないから、全然まあ、お昼遅かったからね、ちょっと今から軽くだけご飯食べます。10時20分ぐらいに起きて。意味遅かったもんね。ママたちは伸びてんの。伸びいいですか？うん。コロンが、コロンとシロンが第4動作機が。ご飯で興奮して。興奮しちゃった。まあ、いっか。いいの？うん。はい、じゃあ軽くね、ご飯食べましょう。はい、おそばです。いただきます。おそば。おそば。もうさっぱりね、冷たいのかな。冷たいの。今日、千葉はね、なんか気温が高いって言ってて、本当に今日ちょっとね、ムシムシね。いただきます。うん、窓も開けられないし、ちょっとムシムシしてるので、ね。じゃあ食べましょう。うん、ピロリロンが気になる。でも寝ましょうね、みなちゃん。よいしょ、みなちゃん。ピロカルもよいしょ、みなちゃん。はい、ということでね、寝たいと思います。一日お疲れ様でした。